トロ長いですよね。昨日紅白で見事よしきの美しいピアノバラードと XJAPAN の歌唱でゴジラを倒しました。あ、違う、新ゴジラを倒しました。よしきさん70時間寝てなくてやけくそだったらしいんですけどね。で、なんだっけ、トシが車椅子で入ってきたんだっけすごいっすね。今日はカラフラさん空いてます。追われるよ、俺が見えないのか、過ぎ去る。